ルノー・サムスに XM3、ルノー・アルカナ・フランス・シオリア・アルカナは、フランスの自動車メーカー、ルノーが販売する、クーペ・ SUV。旧ユーゴスラビア諸国においては、政治的事情に配慮し、メガーヌコンクエストに変更されている。セダンの優雅さと SUV の力強さを高次元で融合した車種として開発された。外観は、近年のルノーの DNA である。 C シェープ LED ヘッドライトを各に、大きく取られた最低地上高、ワイドホイールアーチ、体型タイヤホイールを採用する一方で、緩やかに傾斜した、ルーフラインや高い位置に配されたウエストラインを用いる、ことで、セダンとクーペと SUV の良さを高い次元で融合させている。内装は、ロシア仕様と欧州仕様及び、韓国向け XM3 ではデザインが全く異なる。 センターコンソールには、アップルのカープレイ、グーグルのアンドロイドオートに対応した、ルノー、e ージーリンクマルチメディアシステムが装備されるが、ロシア向けは、タッチスクリーンが8インチ、欧州仕様及び、韓国向け XM3 は9.3インチとなる。また、欧州仕様及び、韓国向け XM3 には、デジタルメータークラスターも採用される。プラットフォームもロシア仕様と欧州仕様び、 韓国向け XM3 では異なり、ロシア仕様は、ダスターや、ロシア向けキャプチャーに採用された B0 プラットフォームを、進化させた B0 プラットフォームを採用。208mm の最低地上高を確保し、アプローチアングルを18度、デパーチャーアングルを25度として、オフロード性能を確保している。一方、欧州仕様及び韓国仕様はクリア及び、キャプチャーと同じ CMF。 B プラットフォームを採用している。パワートレーンは、ロシア仕様及び、韓国向け XM3 には1.3リットルの直噴ガソリンターボと1.6リットルガソリンの計2種が用意され、前車には、ゲトラグ製の7足 EDC が、後車には、ジアトコ製のエクストロニック CVT が組み合わされる。なお、1.3リットルは、ルノーと、 メルセデス・ベンツが共同で新開発したエンジンで A クラスにも搭載されている。一方、欧州向けはそれらとは異なり、S140 と S160 の2種類の 12V モーター付き1.3リットルターボマイルドハイブリッドに、加えて 140PS を発揮する1.6リットルの E テックハイブリッドというラインナップとなり、すべて電動化されている。生産は、 ロシア仕様がモスクワにあるルノーロシアで韓国向け XM3 がルノーサムスン不山工場でそれぞれ行われている。欧州仕様も XM3 と同様に不山で生産されている。ラテン語で秘密を意味するアーケーナムからの造語。ありがとうございます。